はい、東田でございます。本日の動画はですね、ご自宅で、投げる時の練習方法で私が思う、3つのおすすめをご紹介したいと思います。それではどうぞ。ゲーム機能がついてないコートでも集中してできる出した的おすすめ練習方法をご紹介するよ。それではチェッケッハッハー。第3位、フォームの確認。以前の私たちチャンネルで紹介したあんなものやこんなものを使ったフォームの確認を取り入れてやってみようよということです。ということで、フォームの確認なんですけども、この動画でもちょっと紹介しました。紐にチップつけてこう引っ張ってこの線で上に投げるよとか、まあ例えば、こういう風に投げたいみたいな、まあちょっと大雑把な言い方ですけどっていうのを、特に点数や入ってるところを気にせずやる。でその代わり、例えば好きな音楽をかけながらとか、ちょっとリラックスした状態でこうやる。ただ時間はちょっと決めといて、例えば30分間やりますよっていう風に、自分の中で決めてやってみると、入るっていうことが目的じゃなくて、この形を決めるっていうことが目的に変わってくるので、入らなくてもやっぱりイライラしにくいですし、例えば紐付きチップとかなので言うと、その線の上で動いてるかどうかなんで、動かすだけだと案外簡単だったりするんで、できてるできてるっていう感覚が続くと、やっぱ集中力も長くなったりとか、練習的な時間も継続しやすかったりするので、ぜひ、やってみていただいてはどうでしょうか。第2位、N01。画期的な計算ソフトを使ってコンピューターと対戦しよう。はい、ということで N01 なんですけども、ほんとすごいソフトですよね。ほんとに僕ももうガンガン使ってますし、ハードダーツもやるので練習によく使うんですけど、コンピューターと対戦します。で、このコンピューターなんですけど、ハード用の計算ソフトになるので、もちろん60点とかで点数を削っていくし、コンピューターはダブルで上がるしっていうところなんですけど、ソフトでも全然使えます。レベルがこうかなり小分けにされてもたくさんあるので、少し高い目のレベルに設定してもらったら、ソフトと同じように01を遊んでいただけるかなと思います。まあ、対戦形式の方が集中が続くっていう方も多いと思うので、僕も実際そうだったりするので、コンピューターの相手は60で点数を削ってくるけどもっていうところですね。ぜひご活用してみていただいたらいいんじゃないかな。すごいめちゃくちゃ便利なソフトなので、いいんじゃないかなと思います。どうぞ、はい、ジェイ、時間をかかる自分の練習メニューのルーティンに入れてみたらどうかな。おほほ。はい、ということで、時間をかかるっていうことなんですけど、僕もでも最近なんですよね、この練習方法をやりだしたのは。あるプレイヤーさんに言われて、そんな練習方法もあるんだって、実際やってみるといい練習になるというか、まあ内容で言うと、ブルだったらブルでいいと思います。真ん中だったら真ん中でいいので、例えば、ブルを50本入れましょうとっていうところで、ラウンドは別に気にしなくていいので、50本入れるまで投げましょうっていうのを前提に、タイムを測ります。用意スタートで、まあ30分かかった、50分やると30分かかった、なるほどなるほど、じゃあもう一回やってみようと。でこれが25分になったら、まあ5分分上手くなってると思ったらいいと思います。でこれを何セットか、例えばじゃあ練習時間2時間にしたいなと思ったら、このブル50本入れるっていうのを、4セットやればいいだけだし、まあ例えば1時間しかないなと思ったら2セットとかっていう風に、自分の中でまあゲーム内容は考えてもらったらいいと思います。例えばクリケットの練習したいから、20から15ブルまでを3本ずつ入れて回る。じゃあ1回目にタイム測ってみて、15分で終わったな、じゃあ10分で終われるように頑張ろうとかっていう風に。でポイントで言うと、途中でタイムを見ないっていうのが結構大事かなと思います。例えばブル50本やるぞって決めて投げました、25本目ぐらいの今半分だか何分だろうって見ちゃうと、そっからこう焦ってリズムが崩れたりとか、ちょっと速いリズムで投げようとしたりとかしちゃうので、基本的にはいつも通りの練習の中で目標設定を決めて、それを何分でクリアできるかっていうやり方がいいんじゃないかなと思います。ぜひ一度試してみてください。僕もよくやる練習方法ですので。はい、どうだった？とってもいいランキングだったね。えー
そんなわけないでしょ、バカー。これで家で一人、それじゃまたお会いしましょう。なんだということで、最後は東谷に3回聞きました。カウントアップでよくあることって何？そうですね、あの順番抜かしちゃって投げちゃったりとかはするかなと思います。はい、投げたがりとか言われちゃったりとかですね。なんかあんまりいい点数じゃないから、ケツだけ揃えて777とかにして、あのちょっとだけうまいぞって見せることとかありますよ。なんか目標をこう口に出して1000点出しますとか言うて、結局最初の2回、これはアップだからっていう言い訳をよくしますよね。ということで、あるって書いた人が口に出すか、何が言ってるか分からないって人が最初に言われました。それではまたねー。なんか結局あれなのかな、女の子じゃないとこうできるのかな、する必要性は全くないみたいな。